初代バース伯爵、ウィリアム・パルトニーは、グレート・ブリテン王国のホイッグ政治家。1742年に、国王ジョージ2世によって、初代バース伯爵に助爵された。イギリスの首相のうち在任期間が、最も短い人物とされることもあるが、現代の文献の大半は、バース伯爵が首相に就任しなかったとしている。 レスターシャーのウィリアム・バルトニーと一人目の妻、メアリー・フロイドの息子として、1684年3月に生まれた。ウェストミンスタースクールで教育を受け、1700年10月31日にクライスト・チャーチに入学した。彼は広範な古典文学の知識を獲得、オックスフォード大学を卒業した後は監修に、従って大陸ヨーロッパでのグランドツアーに出た。 1705年、ヘンリー以外の助けもあって、ヨークシャーのヘドン選挙区で、庶民院議員に当選、以降1734年まで、同選挙区の議席を維持した。パルトニーは、アンジョ王の知性を通して、ホイック党の構造で重要な役割を果たしており、ヘンリーサシェベラルの迫害にも関与した。清掃に勝利した、トーリー党が1712年に、 パルトニーの友人ロバート・ウォルポールをロンドン島に投獄すると、パルトニーは庶民院でウォルポール支持を表明。他の保育党指導者と共に、獄中のウォルポールと面会した。ジョシア・レノルズによるバース伯爵の肖像画。パルトニーは1714年から1717 17年までのタウンゼンド支社区内閣で戦時大臣を務め、1715年4月に、 設立されたユトレヒト条約に関する秘密会議にも加入した。1716年7月6日には、スーミツ密院議員になった。1717 17年4月に、タウンゼンド支者チャールズ・タウンゼンドがアイルランド総督を罷免され、ウォルポールが辞任すると、パルトニーもそれに従って辞任した。南海放末事件により、ウォルポールが首相に返り咲いたが、彼は、 パルトニーには助釈しか申し出さず、パルトニーに断られた。パルトニーは結局重要性は低いが、身入りの大きい王室会計長官という感触に落ち着いたが自身が無視されていることがわかると、ウォルポールによる王室費の債務破棄の提案に反対して1725年4月に罷免された。罷免から最終的に清掃に勝利するまで、 パルトニーは野党に泊まり、ウォルポールが腐敗していて、暴政を強いていると考えた愛国ホイッグを形成した。ウォルポールは1730年に和解しようとして、パルトニーに助舎とタウンゼンドの感触をちらつかせたが、跳ねつけられた。パルトニーの不満は、議会での演説に見られるだけでなく、彼の出版物にも見られた。1726年12月、パルトニーは、 ボリングブルック主尺ヘンリー・シンジョンと共にザクラフツマンという定期刊行の新聞を発行以降長年にわたって政権を通列に批判した。ハービー団ョン・ハービーがザクラフツマンへの批判を出版するとパルトニーは時には公開に時には編集長のニコラス・アマーストを通じて批判に回答した。議題は王室費、消費税、プリンス・オブ・ウェールズの収入、 内政事務のどれであっても、パルトニーは常にパンフレットを用意し、閣僚かその仲間が、パルトニーに返答した。先導と抽象が示された絵の返答である、最近の抽象的な文書に対する、正しい返答が1731年のザクラフツマンで出版されると、パルトニーは、ハービー男爵から決闘を申し込まれた。さらに、悪名高い抽象に対する返答が、 ザクラフツマンの尊敬すべき二人のパトロンに対する意見につながったが出版されると、パルトニーは1731年7月に数密院議員を解任され、いくつかの軍でも治安判事の職を割れた。パルトニーはボルポールの性的のうち出版物における影響力はボリングブルックよりを取ったが、ボリングブルックが議会から排除されたこともあって議会における影響力は パルトニーが勝った。減災基金が1733年に他の使い道に流用されるとパルトニーがその批判を引きい、同年の消費税計画で大衆の感情が最低点に下がるとパルトニーの雄弁が大衆の感情を代弁した。それでもオルポールは内閣の崩壊を防いだ。また、ボリングブルックがフランスへ引退したがパルトニーの示唆があっての引退とされ、 野党は、この指導者の不和により勢いが弱まった。1734年イギリス総選挙から1742年に除釈されるまで、パルトニーはミドルセックス選挙区で立候補して、当選し続けた。1734年の選挙直後は、政権側の論客が攻勢を強めたが、1738年にスペインとの紛争が起きたことで、 パルトニーは反撃の糸口をつかんだ。ウォルポールは長らく平和を主張したが、閣僚からの指示は弱く、世論は戦争指示で熱狂していた。結局ウォルポールは名声を保つために折れ、世論を受け入れて、戦争を決意した。しかし、ウォルポールは失脚を免れることはできなかった。1739年に宣戦線布告した後、1741年。 イギリス総選挙が行われ、翌年には選挙をめぐる紛争で、ウォルポール内閣が崩壊した。バーソ伯爵に上されたパルトニー祖閣はいくらかの遅延の後パルトニーに任せられ、彼は第一、オークラ卿にウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトンを選び、自身は助爵と閣議に出席するのみで入閣はしなかった。その意図は内閣の主導権を握ることだったが、 逆に人気を失い、影響力も無に返した。ウォルポールの息子、ホレス・ウォルポールによると、パルトニーは助舎を辞退しようとしたが、ジョージ2世から助舎を強制されたという。また、同時代の変年シアの記録によると、ウォルポールとパルトニーがそれぞれオーホード伯爵とバース伯爵として、貴族院に登院すると、ウォルポールは、 イングランドで最も取るに足らない二人が集まっていますねと感想を述べた。1742年2月20日に、スミツイン議員に復帰した後、パルトニーは同年7月14日に、ヘイドンのパルトニー男爵、リングトンのパルトニー死爵、バース白爵に異された。1743年に、ウィルミントン白が死去すると、バース白はジョージ2世に、 首相職の就任を申し込んだが、首相職はすでにヘンリー・ペラムに内定していた。1746年2月10日、ペラム内閣が総辞職した。ジョージ2世はパルトニーに祖閣の対面を下し、パルトニーもそれを受け入れて、早速閣僚の指名を開始したが、彼には祖閣に必要な指示が足りず、48時間3つの市販時間7分、 11秒後に組閣を諦めた。結局ジョージ2世はやむを得ず、ペラムの要求を受け入れて彼を復帰させた。当時は首相職が正式な役職としては存在しないため、パルトニーが2日間首相に在職したかどうかには異説がある。パルトニーは組閣に失敗したことで多くの揶揄を受けた。例えば、ホレス・ウォルポールは手紙でグランビル・トバースは カシバ社の社長が同席するパートナーを探すときと同じように仲間外れの者と呼びながら街中を歩いたところを見られたと記している。また、同時代のパンフレットでは全ての内閣の中で最も賢く誠実であり、首相が軽率な行動を一つもせず、さらに素晴らしいことに、国庫にあったお金を同額のまま残したと改逆的に称えてみせた。 その後も時々パンフレットを出したり、たまに演説をしたりしたが、頻度は以前と比べて下がっていた。彼の賛美歌は、主教のザカリー・ピアースとトマス・ニュートンが歌った。死後、1764年7月17日に、ウェストミンスター寺院のイスリップレイ廃道で埋葬され、彫刻家のジョセフ・ウィルトンが記念碑を作った。商業には興味を持ったことはなく、 パルトニーはその弱点を補っていた友人ジョン・メリルを信頼したが、1734年にメリルが死去、パルトニーはジョナサン・スウィフトへの手紙でそれを嘆いた。米国バーモント州ポルトニーとポルトニー側は、パルトニーにちなんで名付けられた。1714年12月27日、アイズルワースのジョンがリーの娘で、推定相続人の一人であるアンナ・マリアと結婚した。 ガムリーは、平坦部の将校だったが、当時はたびたび皮肉の標的にされた。アンナ・マリアは1758年9月14日に死去、一人息子のウィリアム・パルトニーも、未婚のまま1763年2月12日に、マドリードで死去した。パルトニーの莫大な遺産は、いとこのダニエル・パルトニーの末娘で相続人の一人、並びに、 ウィリアム・ジョン・ストーンの妻であるフランシスが相続した。ありがとうございます。